日本協会の西野技術委員長が16日、10年間共に戦ったガンバ大阪、MF 遠藤の退団可能性を報じた報道に、ショックを隠さなかった。写真、ラフな私服姿の遠藤康人、ベルギーで、新聞報道は聞いた。監督と選手で10年も一緒にやってきたからな。びっくりしたけれど、本人はもっとショックだったんだろう。経験もあるし、まだやれると思うので、頑張ってほしい、とエールを送った。